インドネシア共和国リパブリックインドネシア国の標語、ビニカトンガール、ルカ国家、インドネシアラヤイ,イダイナル、インドネシアインドネシア共和国、通称インドネシアは、東南アジア南部に位置する共和制国家。首都は、ジャワ島に位置するジャカルタ首都特別州。5、1 1 0トルと東西に非常に長く、また、世界最多の当初を抱える国家である。 赤道にまたがる13,466もの大小の島により構成される。国の公用語はインドネシア語である。人口は2億6、400万人を超える世界第4位の規模であり、また世界最大のムスリム人口を有する国家としても知られている。当初国家であるため、その広大な領域に対して陸上の国境線で面しているのはティモール島における東ティモール。 カリマンタン島におけるマレーシア、ニューギニア島におけるパプアニューギニアの3国だけである。海を隔てて近接している国家は、パラオ、インド、フィリピン、シンガポール、オーストラリアである、東南アジア諸国連合の名手とされ、アセアン本部が首都ジャカルタにある。そのため、2009年以降、アメリカ、中国など50カ国余りのアセアン大使がジャカルタに常駐しており、 日本も2011年5月26日にジャカルタにアセアン日本政府代表部を開設し大使を常駐させている。東南アジアから唯一 G20 に参加している。正式名称はリパブリックインドネシア、略称は RI。公式の英語表記はリパブリックオブインドネシア、略称はインドネシア。日本語表記はインドネシア共和国、略称はインドネシア。 漢字表記は、インドに西や略称はに。国名インドネシアのネシアは、諸島を意味する設備字。ギリシャ語で島を意味するネソスの複数形ネシを意味、由来する。オランダ領東インド時代の1920年代に定着した。インドネシアの国旗は上部に、赤、下部に、白の2色で構成された、長方形で、縦と横の比率が2、3である。 モナコ公国の国旗と類似しているが、こちらは十王比が四、五と異なる。ポーランド国旗とも似ているが、赤と白の配置が上下逆である。国章はガルーダ・パンチャーシラと呼ばれる。ガルーダはインド神話に登場する伝説上の鳥で、ビシュヌ人の乗り物と言われる。鷹のような図柄である。尾の付け根の羽毛は19枚、首の羽毛は45枚で、尾の羽毛は8枚。 翼の羽毛は左右それぞれに十七枚ずつあり、独立宣言をした1945年8月17日の数字を表している。詳細はインドネシアの歴史を参照戦士時代は様々な出土品から石器時代と金属器時代の二つに大きく分けることができる。人類が使用するいろいろの道具を石器で作っていた時代である。なお当時は石器のみではなく、 竹焼きからの力や器具、道具が作られていた。この石器時代を、さらに旧石器時代、中石器時代、新石器時代、巨大石器時代の4つに分けることができる。後にインドネシアとなる地域に住んでいたマレー系の人々は、紀元前1世紀頃から来航するインド商人の影響を受けて、ヒンドゥー教文化を取り入れ、5世紀頃から王国を建国していった。小王国は、 インドと中国をつなぐ中継貿易の拠点として栄え、シュリー・ビジャヤ王国、シャイレーン・ドラ朝、コマタラム王国、クディリ王国、シンガサリ王国、マジャパヒト王国などの大国が攻防した。12世紀以降は、ムスリム商人がもたらしたイスラム教が広まり、人々のイスラム化が進んだ。詳細は、オランダ領東、インド18世紀のバタビア大航海時代の16世紀に、 なると、高信領貿易の利を求めて、ヨーロッパのポルトガル、イギリス、オランダが相次いで来航し、17世紀にはバタビアを本拠地としたオランダ東インド会社による派遣が確立された。東インド会社により搾取され続けていたインドネシアであったが、オランダはインドネシアの民衆が結束しないよう、320種以上あった種族語をまとめた共通語を作ることを禁じた。 また、一切の集会や路上で三人以上が立ち話しすることも禁止され、その禁止を破ると反乱罪で処罰された。オランダは一部の現地人をキリスト教に改修させ優遇することで彼らに間接統治させたり、搾取をする経済の流通は可強にさせていた。オランダ人は18世紀のマタラム王国の分割支配により、ジャワ島、19世紀のアチェ戦争によりスマトラ島の ほとんどを支配するようになる。この結果、1799年にオランダ東インド会社が解散され、1800年にはポルトガル領東ティモールを除く東インド諸島のすべてがオランダ領東インドとなり、ほぼ現在のインドネシアの領域全体がオランダ本国政府の直接統治下に入った。ただし、オランダは1795年にフランス革命戦争で、 フランス軍に占領されて滅亡。バタビア共和国、ホラント王国と生態を変遷した。インドネシアは1811年から1815年のネーデルラント連合王国建国まで英国領であった。1819年、イギリスのトーマス・ラッフルズがシンガポールの地政学上の重要性に着目し、ジョホール王国の内紛に乗じて、 イギリス東インド会社の勢力下に獲得したことに、オランダが反発し、1824年、イギリスオランダ両国が、英乱協約を締結。オランダ両東インドの領域が確定した。日本は、南進論の影響もあり、1925年には、田辺総英らの北起の三つびき商事などがスラバヤへ進出した。オランダによる過酷な植民地支配下で、 20世紀初頭には東インド諸島の住民による民族意識が芽生えた。ジャワ島では1908年5月20日にブディウトモが結成され植民地政府と協調しつつ原住民の地位向上を図る活動に取り組んだ。設立日である5月20日は民族覚醒の日と定められている。1910年代にはイスラームを中退とするサレカットイスラームが 東、インドで大規模な大衆動員に成功し、1920年代にはインドネシア共産党が労働運動を通じて植民地政府と鋭く対立した。この地の民族主義運動が最高潮を迎えるのは、1927年のスカルノによるインドネシア国民党の結成と、1928年の青年の誓いであるインドネシア国民党の運動は、 民族の独立を掲げ、青年の誓いでは、唯一の祖国、インドネシア、唯一の民族、インドネシア民族、唯一の言語、インドネシア語が、高らかに宣言された。しかし、インドネシア共産党は1927年末から1928年にかけて反乱を起こしたことで政府により弾圧され、スカルノやハッタが主導する民族主義運動も、 オランダの植民地政府によって非合法化された。スカルノラの民族主義運動家はオランダにより逮捕され、拷問を受けた末に長く流刑、生活を送ることになり、以後の民族主義運動は、冬の時代を迎えることになった。ジャワ島へ上陸する日本軍、日本占領時期のインドネシアも、参照1939年、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発。 翌年、オランダ本国は、ナチスドイツに占領された。アジアでは、日中戦争激化に伴い英米は日本に対して、厳しい態度で臨むようになり、オランダ植民地政府も、いわゆる対日、ABCD 法違法に加わった。1941年2月初め、日本は、東南アジア地域を占領地とした場合を想定して、軍政を研究し始めた。 陸軍参謀本部第一部の中に研究班が設けられ南方占領地行政に関する研究が行われた。3月末、南方作戦における占領地統治要項案をはじめとする一連の軍政要項案が作成され、この研究をもとに同年11月20日付の大本営政不連絡会議で南方占領地行政実施要項が策定された。この実施要項の基本は、 占領地に対しては差し当たり軍政を実施し、治安の回復、重要国防資源の急速獲得及び、作戦軍の自活確保に資すことに置かれていた。そして、国防資源取得と占領軍の現地自活のため、民政に及ぼさざる得ざる重圧はこれを忍ばしめ、戦部上の要求は、右目的に反せざる、限度にやむるものとすとされていた。したがって、独立運動に対しては、 公軍に対する真意関連を助長せしむるごとく指導し、その独立運動は、かはやに誘発せしむることを探るものとすとした。これが、東亜の解放、英米の支配からの解放をスローガンに、大東亜共栄圏の実現を主張した日本の本心でもあった。続く11月26日には、東南アジア占領地域についての陸海軍の担当地域の取り決めである、 占領地軍政実施に関する陸海軍中央協定が定められ、乱印地域のうちスマトラジャワ地域は陸軍担当、それ以外の地域については海軍担当とされた。乱印作戦も参照日本時間の1941年12月8日午前2時15分、日本軍は英領マレー半島のコタバルに上陸し、太平洋戦争が開戦した。初戦の南方作戦は、 日本軍の圧勝であり、翌1942年1月11日には、今村人氏陸軍中将司令官とする、日本陸軍第16軍の霊下部隊が、タラカン島へ上陸し、乱印作戦を開始。続く2月14日には、スマトラ島パレンバンに、日本陸軍空挺部隊が降下して、同地の油田地帯、聖油所と飛行場を制圧、上述の重要国防主元たる、 南方大油田を掌握し、太平洋戦争の開戦目的を達成した。3月1日には、ジャワ島に上陸、同月9から10日には、ラミン,ンの中枢であるバタビアを占領し作戦は終了した。オランダ側を降伏させ上陸した日本軍を、ジャワ島の人々は、ジュンポールと最大限の歓迎で迎えた。インドネシアにおける、日本の軍勢については、ジャワ島を3つに分ける、 小制度を廃止した他は、基本的にオランダ時代の統治機構を踏襲した。州長官に日本人を配置し、オランダ時代の王公領には自治を認め、ジャカルタは特別市として州並みの扱いとした。軍政の実務は日本人の行政官が担い、州以下のレベルには地方行政はインドネシア人が担当した。同時に日本海軍はボルネオの予伝を 日本陸軍はスマトラの予伝を保有した。そして日本の統治はオランダ植民地政府により軟禁され、流刑地にあったスカルノを救出して日本に協力させ、この国民的指導者を全面に立て実施された。スカルノは日本に対して会議心を抱いていなかったわけではなかったが、開戦前に受けたインドネシア独立に対するオランダの強硬な態度に鑑み、 オランダの善意に期待できない以上、日本にかけてみようと考えたのであった。教育制度に関して日本は、オランダが長年行ってきた、区民化政策を取りやめ、現地の人々に高等教育は施し、管理養成学校、師範学校、農林学校、商業学校、工業学校、医科大学、商船学校などを次々開設して、 短期間に10万人以上の現地人エリートを養成した。1943年中盤以降、日本はアジア、太平洋地域における戦局悪化の趨勢を受けて、ジャワ、スマトラ、バリの現地住民の武装化を決定し、募集したインドネシア人青年層に高度の軍事教練を施した。それらの青年層を中心に、ジャワでは司令官以下の全将兵が、 インドネシア人からなる強度防衛義勇軍が発足した。強度防衛義勇軍は義勇軍と士官学校を合併したような機関で3万8000名の将校が養成され、兵補と警察隊も編成された。このような日本軍正規に軍事教練を経験した青年層の多数は後の独立戦争期に結成される正規非正規の軍事組織で、 中心的な役割を果たすことになった。インパール作戦の失敗によって、ビルマ方面の戦況が悪化すると、日本は1944年9月3日には、将来の独立を任用する、小磯声生命を発表。さらに1945年3月に、東、インドに独立準備調査会を発足させ、スカルノやハッタラに独立後の憲法を審議させた。 同年8月7日スカルノを主席とする独立準備委員会が設立され、その第一回会議が18日に開催されるはずであったが、8月15日に日本が降伏したことによって、この軍政当局の主導による独立準備は中止されることとなった。インドネシア人により使用された旧日本軍の経戦者詳細は、インドネシア独立宣言及び、 インドネシア独立戦争を参照しかし、1945年8月15日に日本がオランダを含む連合国軍に降伏し、念願の独立が保護になることを恐れたスカルノラ民族主義者は、同17日、ジャカルタのプガンサンティムール通り56番地で独立を宣言した。しかし、これを認めず最植民地化に乗り出したオランダと、 独立戦争を戦うことを余儀なくされた。インドネシア人の側は、外交交渉を通じて、独立を獲得しようとする外交派と、オランダとの武力闘争によって、独立を勝ち取ろうとする闘争派との主導権争いにより、必ずしも足並みは揃っていなかったが、戦前の春烈な作取を排除し、独立を目指す、人々の戦意は高かった。 独立宣言後に発足した正規軍だけでなく各地でインドネシア人の核勢力が独自の非正規の軍事組織を結成し日本の連合国軍への降伏後に多数の経験豊かな日本の有志将校がインドネシアの独立戦争に参加して武装化した彼らは連合国軍に対する降伏を潔しとしない日本軍人の一部でインドネシア側に 武器や弾薬を提供した。これらの銃器の他にも、刀剣、竹槍、棍棒毒矢などを調達し、農村まで撤退してのゲリラ戦や、都市部での治安を悪化させるなど様々な抵抗戦によって反撃した。この独立戦争には、スカルノや、ハッタラ民族独立主義者の理念に共感し、軍籍を離脱した一部の日本人3000人も、加わって最前列に立って、 オランダと戦い、その結果1000人が命を落とした。しかしながら、インドネシアに数百年来住む華僑の大部分はオランダ側に加担し、インドネシア軍に銃を向けた。他方で、政府は第三国などに外交施設団を派遣して、独立を国際的にアピールし、また、発足したばかりの国際連合にも仲介団の派遣を依頼して、外交的な勝利に向けても尽力した。 結果として、1947年8月1日に国際連合安全保障理事会で停戦及び平和的手段による紛争解決が提示された。独立戦争は4年間続き、オランダに対する国際的な非難は高まっていった。最終的に共産化を警戒するアメリカの圧力によって、オランダは独立を認めざるを得なくなった。詳細は、ハーグ円卓会議を 参照こうした武力闘争と外交努力の結果、1949年12月のオランダ・インドネシア円卓会議でオランダから無条件で独立承認を得ることに成功し、オランダ統治時代の資産を継承した。これによって国際法上正式に独立が承認された。しかし、この資産には60億ギルダーという膨大な対外債務も含まれており、 財政的な苦境に立たされることとなる。その解決のために、円卓会議の取り決めを一方的に破棄外国資産の強制収容を行うなど、強行策を取り、さらには国連から脱退するなど、スカルノ政権崩壊まで、国際的な孤立を深めていくこととなる。現在でも8月17日を独立記念日としており、ジャカルタを中心に街中に国旗を形容して様々な、 イベントを開催し、祝賀ムードに包まれることが恒例となっている。インドネシア初代大統領スカルのオランダからの独立後憲法を制定し、議会制民主主義の導入を試みた。1955年に初の議会総選挙を実施。1956年3月20日、第2次アリサストロアミジョヨ内閣が成立した国民党マッシュミ。 ニューの賛成党連立内閣であって、インドネシア社会党、インドネシア共産党は入閣していない。この内閣は5カ年計画を立てた。その長期計画は、西イリアン貴族闘争、地方自治体設置、地方国民議会議員選挙実施、労働者に対する労働環境改善、国家予算の収支バランスの調整、植民地経済から国民の利益に基づく、 国民経済への移行により国家財政の健全化を図ることなどである。しかし民族的にも宗教的にもイデオロギー的にも多様で各派の利害を調整することは難しく議会制は機能しなかった。また、1950年代後半に地方で中央政府に公然と反旗を翻す大規模な反乱が発生し国家の分裂の危機に直面した。 この時期、1950年憲法の下で権限を制約されていたスカルノ大統領は国家の危機を克服するため、1959年7月5日、大統領布告によって1950年憲法を停止し、大統領に大きな権限を与えた1945年憲法に復帰することを宣言した。ほぼ同時期に国会を解散して、以後の議員を任命制とし、 政党の活動も大きく制限した。スカルノによる指導される民主主義体制の発足である。この構想は激しい抵抗を受け、中部、北、南スマトラ、南カリマンタン、北スラワイのように国内は分裂した。ついにスカルノは全土に対し戒厳令を出した。スカルノは政治勢力として対等しつつあった国軍を牽制するために、 インドネシア共産党に接近し、国軍との反目を利用しながら、国政における自身の主導権を維持しようとした。この時期、盛んにスカルノが懸念したナサコムは、ナショナリズム、ネイジナリズム、宗教、共産主義の各勢力が一致団結して国難に対処しようというスローガンだった。1961年12月、オランダ植民地のイリアンジャヤに、 西イラン解放作戦を決行して占領。1963年5月にインドネシアに併合されると反政府勢力によるパプア紛争が勃発したスカルノの指導される民主主義は1965年の9月30日事件によって終わりを告げた。インドネシア国軍と共産党の権力闘争が引き金となって発生したこの事件は スカルノからスハルトへの権力異常とインドネシア共産党の崩壊という期決を招いた。1968年3月に正式に大統領に就任したスハルトは、スカルノの急進的なナショナリズム路線を修正し、西側諸国との関係を修復。スカルノ時代と対比させ、自身の政権を新体制と呼んだ。スハルトはスカルノと同様に、 あるいはそれ以上に独裁的な権力を行使して国家建設を進め、以後30年に及ぶ長期政権を担った。その間の強引な開発政策は開発独裁と批判されつつもインフラストラクチャーの充実や工業化などにより一定の経済発展を達成することに成功した。その一方で東ティモール、アチェ、イリアンジャヤなどの独立運動に対しては 厳しい弾圧を加えた。1997年のアジア通貨危機に端を発するインドネシア経済混乱の中、1998年5月にジャカルタ暴動が勃発し、スハルト政権は崩壊した。ハビビ政権、編集スハルト政権末期の副大統領だったユスフ・ハビビが大統領に就任し、民主化を要求する、急進派の起戦を制する形で民主化、 文献家の諸案を実行した。スハルト時代に政権を支えたゴルカル、スハルト体制下で存続を許された二つの野党、以外の政党の結成も自由化され、1999年6月、総選挙が実施され、民主化の時代を迎えた。ワヒド政権、編集その結果、同年10月、最大のイスラーム系団体がラトルウラマーの元議長、 アブドゥルラフマン・ワヒドが新大統領に就任した。メガワティ・スカルノプトリは副大統領に選ばれた。しかし、2001年7月、ワヒド政権は、議会の信任を失って解任された。メガワティ政権、ユドヨの政権、編集変わって、闘争民主党のメガワティ政権が発足した。その後2004年4月に、同国初の直接選挙で選ばれた第6代、スシロ・バンバン、 ユドヨノが2009年に60%の得票を得て再選され2014年までの大統領の任にあったウィドド政権編集ジョコ・ウィドドメン大統領2014年7月の選挙で当選した闘争民主党のジョコ・ウィドドが第7代大,大統領に就任した2019年8月16日の議会演説で首都を現在のジャカルタからインドネシアのほぼ中央に位置する カリマンタン島の東カリマンタン州、北プナジャムパスール県、クタイカルトネガラ県にセントする考えを表明した。セントは2024年に開始される予定。詳細は、インドネシアの政治を参照多民族国家であり、種族、言語、宗教は多様性に満ちている。そのことを端的に示すのは、多様性の中の統一美にかトンガール以下というスローガンである。この多民族国家に、 国家的統一をもたらすためのイデオロギーは20世紀初頭から始まった民族主義運動の歴史の中で様々な民族主義者たちによって鍛え上げられてきた。そうしたものの一つが日本軍政末期にスカルノが発表したパンチャシラである。1945年6月1日の演説でスカルノが発表したパンチャシラは 今日のそれと順序と国が異なっているが、スハルト大正期以降も重要な国税となり、学校教育や職場研修などでの主要強化とされてきた。また、スハルト退陣後の国内主要政党の多くが、今もなお、このパンチャシラを党税として掲げている。現在のパンチャシラは、以下の順序で数えられる。唯一神への信仰人道主義インドネシアの、 統一民主主義インドネシア全国耳への社会正義。詳細はパンチャシラを参照国家原主たる大統領は行政府の長を兼ねる。その下に副大統領が置かれる。首相職はなく、各閣僚は大統領が指名する。特徴的なのが、調整大臣府と呼ばれる組織で大統領と各省の間で複数の省庁を干渉しており、二千十四年発足のジョコビドド。 政権では、政治、治安担当調整大臣府、経済担当調整大臣府、海事担当調整大臣府、人間開発、文化担当調整大臣府が置かれている。第5代までの大統領と副大統領は、国民協議会の決議により選出されていたが、第6代大統領からは、国民からの直接選挙で選ばれている。任期は5年で再選は一度のみ。 憲法改正によって、大統領の法律制定権は廃止された。各種人事権については、議会との協議を必要とするなど、単独での権限行使は大幅に制限された。また、議会議員の任命権も廃止され、議員は直接選挙によって選出されることになった。インドネシアの大統領一覧も、参照詳細は、国民協議会を参照国民議会立法二議会は、 国民議会、地方代表議会、そしてこの2位からなる国民協議会がある。まず、の国民協議会は2001年2002年の憲法改正以前は一員制の国民議会の所属議員と各州議会から選出される代表議員195人によって構成されていた。国民協議会は国民議会とは別の会議体とされ、 国会史の最高決定機関と位置づけられていた。国民協議会に与えられた権限は、5年ごとに大統領と副大統領を選出し、大統領が提示する国の施策方針を承認すること、1年に一度憲法と重要な法律の改正を検討すること、そして場合により大統領を罷免することであった。このような 強大な権限を国民協議会に与えていることが、憲政の危機をもたらしたとして、その位置づけを見直す契機となったのは、国民協議会によるワヒド大統領罷免であった。3年余りの任期を残していた大統領を罷免した、国民協議会の地位を改めるため、メガワティ政権下の2001年と2002年に行われた憲法改正により、国民協議会は、 国権の最高機関としての地位を失った。立法権は後日の国民議会に移されることになり、国民協議会は憲法制定権と大統領罷免決議権を保持するが、大統領選任権を国民に上渡し、大統領と副大統領は直接選挙によって選出されることになった。これらの措置により、国民協議会は国民議会と 地方代表議会の合同機関としての位置づけが与えられ、また国民議会と地方代表議会のいずれも民選議員によってのみ構成されているため国民協議会の議員もすべて直接選挙で選ばれる民選議員となった。の国民議会は2000年の第2次憲法改正によって立法、予算審議、行政府の監督の三つの機能が与えられることになった。 具体的には、立法権に加えて、質問権、国政調査権、意見表明権が国民議会に与えられ、また、議員には、法案上定権、質問提出権、提案権、意見表明権、面積特権が与えられることが明記された。比例代表制により選出される、の地方代表議会は、2001年から2002年にかけて行われた第3次。 第四次憲法改正によって新たに設置が決まった代議機関であり、地方自治や地方財政に関する立法権が与えられている。戦術の通り、総選挙で各州から選出された議員によって構成されている。詳細は、インドネシアの法を参照スハルト政権期には、政府、司法省が分有していた司法権が廃止され、各級裁判所は、 司法府の最上位にある最高裁判所によって統括されることになり、司法権の独立が確保された。最高裁判所は法律よりも会の規範が法律に違反しているか否かを審査する権限を有する。他に憲法に明記される司法機関としては司法委員会と憲法裁判所がある。司法委員会は最高裁判所判事候補者を審査し、 国会に提示する権限及び裁判官の非行を調査し最高裁判所に罷面を勧告する権限を有する。憲法裁判所は法律が憲法に違反しているか否かを審査する権限を有する。憲法改正以前には大統領に属していた政党に対する監督権、解散権が憲法裁判所に移された。これにより大統領 政府による政党への介入が排除されることになった。詳細は、インドネシアの政党を参照現存する政党。編集以下、主なもの、かつて存在した政党。編集詳細は、インドネシア国軍を参照インドネシア、共和国国軍の兵力は、2017年に39万5500人であり、志願兵制度である。その他に、予備役が40万人。 軍事予算は2002年に12兆7、549億、ルピアで、国家予算に占める割合は3.71%で、ある。スハルト政権以来、アメリカを中心とした西側との協調により、近代的な兵器を積極的に導入してきたものの、東ティモール問題の悪化により、米国と圧力が生じ、2005年まで米国からの武器輸出を禁じられた。この間に、ロシア、 中華人民共和国と接近し、これらの国の兵器も多数保有している。詳細は、インドネシアの国際関係を参照インドネシアが外交施設を派遣している諸国の一覧図。旧創始国オランダとの武力闘争によって独立を勝ち取り、独立当初から外交方針の基本を非同盟主義に置いた。こうした外交方針は、自主積極、ビベスアクティフ外交と呼ばれている。 独立達成後の外交にも様々な変化が見られるものの、いずれの国とも軍事同盟を締結せず、外国軍の駐留も認めていないなどの自主積極外交の方針はほぼ一貫していると言って、良い。1950年代後半のスカルの指導される民主主義期には、1963年のマレーシア連邦結成をイギリスによる新植民地主義として非難し、マレーシアに 軍事侵攻した。国際的な非難が高まる中で、1965年1月、スカルノは国際連合脱退を宣言し、国際的な孤立を深めていった。インドネシア国内では、インドネシア共産党の勢力が伸長し、国内の左傾化を容認したスカルノは、急速に中華人民共和国に接近した。1965年の9月30日事件を機に、スカルノが失脚し、 スハルトが第二大大統領として就任すると悪化した西側諸国との関係の改善を進めた。また、スカルの時代に疲弊した経済を立て直すために再建国の協力を仰いだ。1966年9月、日本の東京に集まった再建国代表が債務問題を協議し、その後援助について協議するインドネシア援助国会議が発足した。 1967年8月、東南アジア諸国連合発足時には、原加盟国となった。総人口や国土面積は、東南アジア最大であり、ASEAN アア本部は、首都ジャカルタに置かれている。域内での経済、文化交流の促進を初期の目標とし、他の ASEAN アア加盟国との連帯を胸としている。その一方で、時折除く、名主意識、地域大国意識は、 他国からの警戒を招くこともある。今日に至るまで日本をはじめとする西側諸国とは協力関係を維持しているが、スハルト大正期においても一貫して、ベトナムなど近隣の社会主義国や非同盟諸国とは良好な外交関係を保った。1999年の東ティモール独立を問う住民投票での暴動に軍が関与したと見られ、その後の関係者の処罰が不十分とされたことや、 2001年のアメリカ同時多発テロによって、米国との関係が悪化し、2005年まで武器禁輸などの制裁を受けた。このため、ロシアや中国との関係強化に乗り出し、多局外交を展開している。中国とは、南シナ海にあるスプラトリー諸島の領有権をめぐる形争はないが、中国が海洋権益を主張する球団船が、インドネシア領、 ナトゥナ諸島北方海域にかかっている。このため、同海域の北ナトゥナ海への解消やナトゥナ諸島への軍配備などで対応している。2020年1月には、ナトゥナ諸島近海で中国漁船が創業したことに抗議、中国大使を召喚した。日本とインドネシアの関係は良好であり、1800社を超える日本企業がインドネシアで事業を展開している。特に近年、 日本文化がブームとなっており、日本企業の投資や日本語を学ぶ人が増えている。大相撲やアニメなど日本文化のイベントも開催されている。見方はメキシコ、インドネシア、大韓民国、トルコ、オーストラリアの5カ国によるパートナーシップである。詳細は該当ページへ。詳細はインドネシアの地方行政区画を参照インドネシアの州2層の地方政府が存在し、 1> 第1レベルの地方政府が州であり、その階に第2レベルの地方政府である県と市が置かれている。第1レベル地方政府は2013年時点で以下の通り、ジャカルタ首都特別州と4の特別州、29の州が設置されている。書きリストで名称右につきが、首都ジャカルタと4特別州。第2レベルの地方政府は2006年時点で349県。 91市が置かれている。県と市には行政機能上の際はなく、都市部に置かれるのが市で、それ以外の田園地域等に置かれるのが県である。なお、県、市には行政区としての軍とその下には区が置かれる。なお、都市以外の地域には村が置かれているが、これは区の担う行政機能に代わり、支援的、監修的なコミュニティであり、行政区ではない。 スハルト政権の崩壊後、世界で最も地方文献化が進んだ国の一つに数えられている。しかし、逆に言えば中央政府の力が弱く、地方政府が環境破壊を進める政策を実施していても、中央政府にはこれを止める力がない。詳細は、インドネシアの地理を参照インドネシアの地図インドネシアの標高図東インドの古地図世界で最も多くの島を持つ国であり、 その数は13,466に上る。島の数は人工衛星の調査により算出されたもので、かつては18,110とも言われていたが、再調査の結果、2013年に現在の個数が明らかになった。当地を含む周辺では、ユーラシアプレートやオーストラリアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートなどがせめぎ合っており、 環太平洋火山帯の一部を構成している。そのため国内に火山が多く、かつ火山が129ある。スマトラ島北部にあるカルデラ湖の戸麦湖を形成した戸場火山は有史前に破局噴火を引き起こしたほか、クラカタウ大噴火に代表されるように古くから住民を脅かすとともに土壌の肥沃化に役立ってきた火山噴火によって、 過去300年間に15万人の死者を出しており、この数は世界最多とされる。スマトラ島のクリンチ火山が最高峰である。スメル山はジャワ島の最高峰で、世界で最も活動している火山の一つである。また、地震も多く、2004年のスマトラ島沖地震、及び2006年のジャワ島中部地震は甚大な被害を与えた。スマトラ島とジャワ島は、 約6万年前は陸続きであったが、1万1000年前の大噴火があり、澄んだ海峡ができて両島は分離した。これらの島々のすべてが北海域線と南海域線の間に位置しており、熱帯気候である。詳細は、インドネシアの島の一覧を、山椒国土を林業地区とその他の地区に区分している。大気中の二酸化炭素を吸収する役割を担う森林は、 適切な利用、管理により地球温暖化防止に役立つ。詳細はインドネシアの鉄道を参照詳細はインドネシアの経済を参照水牛を用いて稲田を耕している様子。インドネシアは伝統的に農業国である。IMF によると2018年の GDP は1兆225億ドルであり世界第16位である。一方、 一人当たりの GDP は3871ドルであり、世界平均の約34%である。世界銀行が公表した資料によると、2017年に1日1.9ドル未満で、クラス貧困層は全人口の約5.71%であり、約1500万人いる。また3.2ドル未満の場合は、約27.25%であり、5.5ドル。 未満の場合は約58.66%であった。農林水産業、編集基本的に農業国である。1960年代に稲作の生産力増強に力が入れられ、植民地からの品種改良事業も強化された。改良品種 IR8 のような高収量品種は他にも作られ、農村に普及し栽培された。このような緑の改革の結果、 1984年には米の時給が達成された。しかし、1980年代後半には緑の改革熱も冷めてゆき、同年代の末には米の輸入が増加するに至った。農林業ではカカオ、キャッサバ、キャベツ、ココナッツ、米コーヒー豆、サツマイモ、大豆、タバコ、茶、天然ゴム、トウモロコシ、パイナップル、バナナ、 落花生の生産量が多い。特にココナッツの生産量は2003年時点で世界一であるオイルパームから生成されるパームオイルは植物油の原料の一つで1990年代後半日本国内ではナタネ油、黄ゴに次いで第3位で食用、洗剤、シャンプー、化粧品の原料として需要の増大が見込まれているインドネシアにおける ファームオイルの生産量は1990年代以降急激に増加しており2006年にマレーシアを抜き生産量主位に2018年現在はマレーシアの2倍弱の産830万トンを生産している油屋市の栽培面積は2000年にはここ屋市と並び2005年には548万ヘクタールとなっているこの2000年代以降のエステート作物面積の 急激な拡大によって森林破壊やデータン湿地の埋め立て及びこれに伴う火災の発生などの環境破壊が進んでいることが指摘されている。海に囲まれた群島国家であるため水産資源も豊富だが、漁業や水産加工の技術向上、物流整備が課題となっている。プリカナンヌサンタラという国営水産会社が存在する。航行業、サービス、金融業、 編集工業資源にも恵まれ、金、鈴、石油、石炭、天然ガス、銅、ニッケルの採掘量が多い。1982年、1984年、日本からの政府開発援助で、スマトラ島北部の蕨湖から流れ出る、アサハン川の水でアサハンダムとマラッカ海峡に面した、クアラタン順にアサハンアルミ製錬工場が建設された。 ニッケル鉱山は南東スラウェイ市州、コラカオキのパダマラン島のポマラと南スラウェイ市州ソロアコにある。生産の80%が日本に輸出されている。ニッケルはカナダの多国籍企業イ員コ社が支配している。多国籍企業の進出はスハルト体制発足後の1967年外資法制定以降であり、採掘、伐採権を確保している。また、 日本企業6社が出資している、鉱山採掘に伴い森林伐採で、付近住民と土地問題で争いが起こる。国内産業を育成するため、未加工ニッケル鉱石の輸出を2014年に禁止したが、2017年に規制を緩和している。日本は LNG をインドネシアから輸入している。2004年以降は、原油の輸入量が輸出量を上回る状態であるため、 オペックを2009年1月に脱退した。工業では、軽工業、食品工業、織物、石油生成が盛ん。コプラパーム油のほか化学繊維パルプ、窒素肥料などの工業が確立している。パナソニック、オムロン、ブリジストーンをはじめとした日系企業が現地に子会社、あるいは合弁などの形態で多数進出している。ジャカルタは、 インドネシア経済の中枢であり、東南アジア屈指の世界都市でもある。独立後、政府は主要産業を国有化し、保護政策のもとで工業を発展させてきた。1989年には、戦略的対応が必要な産業として、製鉄、航空機製造、重機製造などを指定し、戦略産業を手掛ける行政組織として、戦略産業管理庁を発足させている。 2019年時点、インドネシアには115の国営企業があり、クラカタウスチール、マンディリ銀行など17社が、インドネシア証券取引所に株式を上場している。分野ごとに、持ち株会社を設けるなど効率化を図っているが、一方で、雇用維持など、政府の意向が優先されることも多い。かつてはに、過人系企業との輸着や、スハルト大統領ら政府高官の親族による、 ファミリービジネス等が社会問題化し、1996年には国民社、ティモールの販売をめぐって WTO を舞台とする国際問題にまで発展した。しかし、1997年のアジア通貨危機の発生により、経済は混乱状態に陥り、スハルト大統領は退陣に至った。その後、政府は IMF との合意によって、 国営企業の民営化など一連の経済改革を実施したが、失業者の増大や貧富の差の拡大が社会問題となっている。労働者の生活水準を向上させるため、月額式の最低賃金制度が施行されており、2015年からはインフレ率と経済成長率に基づく計算式が導入され、年8%程度上がり、対応国を超える水準となっている。 これに対して、労働組合側は賃上げが不十分、日経を含む企業側は人件費の上昇が国際競争力を低下させると主張し、労使双方に不満がある。なお、イスラム教徒が多数を占める国であるため、従業員からメッカ巡礼の希望が出た場合、企業はメッカ巡礼休暇として最長3ヶ月の休暇を出すことが法で規定されている。ただ、改革と、 好調な個人消費により GDP 成長率は2003年から2007年まで4%から6%前後で推移した。2008年には欧米の経済危機による輸出の伸び悩みや国際的な金融危機の影響等があったものの6.1%を維持。さらに2009年は政府の金融安定化策。 景気刺激策や堅調な国内消費から世界的にも比較的安定した成長を維持し4.5%の成長を達成。名目 GDP は2001年の約1600億ドルから2009年には3.3倍の約5393億ドルまで急拡大した。今では G20 の一角をなすまでになっており、同じアセアン諸国のベトナムとフィリピンと同様に ネクスト11の一角を占め、さらにベトナムとともにビスタの一角を担うなど、経済の期待は非常に大きい。ただし、2011年より経常収支が赤字となる状況が続いており、従来から続く財政赤字とともに双子の赤字の状態にある。このような中、日系企業の進出は拡大しているが、投資環境の面で抱える問題は少なくない。 世界銀行の Doing Business 2011でもビジネス環境は183国中121位に順位付けられており、これはアセアンの中でも特に悪いランキングである。具体的には道路、鉄道、通信などのハードインフラの整備が遅れていることのほか、ソフトインフラとも言うべき法律面での問題が挙げられる。裁判所や行政機関の判断については、 予測可能性が低く、透明性も欠如しており、これがビジネスの大きな阻害要因になっていると繰り返し指摘されている。これに対し、日本の ODA はハードインフラ整備の支援に加え、近年は統治能力支援などソフトインフラ整備の支援も行っている。警察に対する市民警察活動促進プロジェクトは、日本の交番システムなどを導入しようというものであり、 日本の技術支援のヒットとされている。また、投資環境整備に直結する支援としては、私的財産検討局を対象とした、私的財産に関する法整備支援も継続されている。一方、法的なエンフォースメントの最後を担うことになる、裁判所を対象とした法整備支援は2009年まで行われていた。2013年時点では、東南アジア全体でも、 有数の後継期に湧いており、日本からの投資も2010年には7億1260万ドルで、あったのが2012年には25億ドルへと急増している。しかしナショナリズムが色濃く、2013年2月には当地を中心に石炭採掘を行っている A 投資会社、海 PLC の株主総会が、同社の大半の取締役や、 経営陣を追放するというロスチャイルドによる提案の大部分を拒否した。これと関連して国の経常赤字と資本流入への依存、貧弱なインフラや腐敗した政治や実業界などいくつかの問題点も指摘されている。2014年の国際協力銀行が日本企業を対象に行ったアンケート調査では海外進出したい国として中国を抜いて1位となった。 技能実習制度などで日本へ渡航して働くインドネシア人も多いが人権保護や賃金支払いなどでトラブルも起きている詳細はインドネシアの人口統計を参照2010年の総人口は2億3764万1326人で中国インドアメリカに次ぐ世界第4位2017年は2億6199万人今後も 人口ボーナスにより人口は着実に増加していく傾向にあり、2050年の推計人口は約3億人。全国民の半分以上がジャワ島に集中しているため、比較的人口の希薄なスマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島に住民を移住させるトランスミグラシと呼ばれる人口移住政策を行ってきた。2019年4月29日には、ジョコ政権が ジャワ島外への首都を移転する方針を閣議決定した。ジョコ・ウィドド大統領は、同年8月、自身のツイッターで首都の移転先をボルネオ島と発表した。インドネシアの民族、インドネシア所属も参照大学人大多数が、マレー系で、彼らが直系の祖先であり、現マレー人と新マレー人の2種類に分けられる。現マレー人は、紀元前1500年頃に渡来した。マレー人は、 先住民よりも高度な文化を持っていた。現マレー人は、後から来た新マレー人によって追われていくが、大悪人、トラジャ人、バタック人として子孫が生存している。新マレー人は、マレー人、ブギス人、ミナンカワウ人の祖先であり、紀元前500年頃に到来した。トライ時には、青銅器制作の技術を獲得しており、数百年後には鉄器を使用し始める。彼らの使用した鉄器が、 ベトナム北部のドンソン地方で大量に発見されていることからドンソン文化と呼ばれる。他に約300の民族がおり、住民のうち、ジャワ人が45%、スンダ人が14%、マドゥラ人が7.5%、沿岸マレー人が7.5%、その他が26%、中国系が約5%となっている。父系母系を共に親族とみなす。 創計社会であり、性がない人もいる。なお、法務省の統計では、2014年末では3万人超、2018年では5万5千人超のインドネシア人が日本に在住している。詳細は、インドネシアの言語参照公用語はインドネシア語であり、国語となっている。会話言語では、それぞれの地域で語彙も、 文法規則も異なる583以上の言葉が日常生活で使われている。インドネシア語が国語と言っても日常で話す人は多くて30000人程度である。国の人口比にすると意外と少ないが国語になっているため大二子供として話せる人の数はかなり多い。また首都ジャカルタへで稼ぎに向かう人も多いため地方の人でもインドネシア語は必須であり。 話せないと出稼ぎにも影響が出てくる。インドネシア語、ジャワ語、バリ語などを含むオーストロネシア語族の他に、パプア諸語が使用される地域もある。詳細は、インドネシアの宗教を参照憲法29条で信教の自由を保障している。パンチャシラでは、唯一神への信仰を第一原則としているものの、これは、イスラム教を国教として保護しているという意味ではない。多民族国家であるため、 言語と同様、宗教にも地理的な分布が存在する。バリ島ではヒンドゥー教がスラウェシ島北部ではキリスト教が東部諸島及びニューギニア島西部ではキリスト教が優位にある。アチェ州では98%がイスラム教徒でシャリアが法律として適用されている。2010年の政府統計によるとイスラム教が87.2%プロテスタントが7% カトリックが2.9%、ヒンドゥー教が1.6%、仏教が0.72%、儒教が0.05%、その他が0.5%となっている。イスラム教徒の人口は1億7000万人を超え、世界最大のイスラム教徒人口を抱える国家となっている。ただし、ムスリムにはイスラム原理主義者や保守派もおり、 ジェマイスラミアのようにテロも実ちさないイスラム過激派組織もある。治安当局による摘発のほか、穏健派による啓発活動も行われている。また、イスラム教は、ジャワ島やスマトラ島など人口集中地域に信者が多いため、国全体でのイスラム教徒比率は高いが、非イスラム教徒の民族や地域も実際には多い。カリマン担当やスラウェシ島ではちょうどイスラム教徒と ヒイスラム教徒の割合が半々ほど。東、ヌサトゥンガラから東のマルク諸島、ニューギニア島などではイスラム教徒比率は1割程度である。またイスラム教徒多数派地域であっても都市部やスンダ人、アチェ人地域のように比較的厳格な信仰を持つものもあれば、ジャワ人地域のように悲壮にヒンドゥー文化を強く残しているものもある。また書面上は イスラム教徒となっていても、実際にはシャーマニズムを信仰している民族もある。魔術師、呪術医と精霊を含めた超自然的な力を信じる人や、お化けの存在を肯定するインドネシア人は多い。なお、信仰の自由はあると言っても完全なものではなく、特に無神論は違法であり、公言をすると逮捕される可能性もある。以下の項目も参照。夫婦別姓が基本。 ただし通称として、夫の姓を名乗ることも多い、男性側が改正することも可能である。詳細は、インドネシアの教育を、参照教育体系は、教育文化省が管轄する一般の学校と、宗教省が管轄するイスラーム系のマドラサの二本立てとなっている。いずれの場合も小学校、中学校、高校の6.33世であり、このうち小中学校の9年間については、 1994年、義務教育にすると宣言された。スコラでもマドラサでも、一般科目と宗教科目を履修するが、力点の置き方は異なる。大学をはじめとする高等教育機関も一般校とイスラーム専門校に分かれており、前者については1954年に各州に国立大学を設置することが決定された。以下は代表的な大学のリストである。 インドネシア大学2011年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は92.8%である。2010年の教育支出は GDP の3%だった。民族、宗教などの多様性や、過去のオランダやポルトガル、イギリスなどの分割統治の影響で、いくつかの独立運動を抱えている。紛争に発展したアチェ独立運動などもあった。 東ティモールは独立運動の末、国連の暫定統治を経て2002年に独立したが、パプア州において独立運動が展開されており、カリマン担当では民族対立が、マルク諸島ではキリスト教徒とイスラム教徒の宗教対立が存在する。アッチェ独立運動は2004年のスマトラ島沖地震の後、2005年12月27日に終結した。詳細は、 インドネシア文化を参照はヤンクリは、ジャワ島やバリ島で行われる人形を用いた伝統的な影絵芝居である。宗教、文化は島ごとに特色を持つが、日本ではバリ島のガムランなどのインドネシアの音楽や舞踊が知られる。またはヤンクリと呼ばれる影絵芝居やバティックと呼ばれる老血染めも有名である。高温多湿な気候と丹念に選択する国民性のため、 洗濯機は全自動式ではなく洗濯板が付いた二層式が主流とされる。詳細はインドネシア料理を参照多彩な香辛料や蜂蜜などを調合したジャムーと呼ばれる伝統薬が広く生産、販売されている。詳細はインドネシア文学を参照インドネシア文学をインドネシア語、またはその前身である村湯語でインドネシア人によって書かれた。 文学作品のことであると限定するならば、それは民族主義運動期に生まれたと言える。1908年、オランダ領東インド政府内に設立された出版局は、インドネシア人作家の作品を出版し、アブドゥル・ムイスの西洋かぶれなど、インドネシアで最初の近代小説と言われる作品群を出版した。また、インドネシア人によるインドネシア語の定期観光物としては、 1907年にバンドンでティルトアビスルヨが刊行したメダンプリアイが最初のもので、その後、インドネシア語での日刊紙、週刊誌、月刊誌の刊行は、1925年には200点、1938年には400点を超えていた。20世紀の著名な文学者としては、人間の大地、すべての民族の子などの大河小説で、 国際的に評価されるプラムディアーンタトゥールの名を挙げることができる。以下、代表的な作家、詩人、文学者を挙げる。ボロブドゥール一跡詳細は、インドネシアの音楽を、参照詳細は、インドネシアの舞踊を、参照詳細は、インドネシアのスポーツを,参照,ーツを参照サッカーは最も人気のあるスポーツである。また、バドミントンが盛んであり、 オリンピックで獲得したメダルの半分以上がバドミントンによるものである。ボクシングでは WBA 世界スーパー王者クリス・ジョンを生んだことで知られる。詳細はインドネシアの世界遺産を参照。ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が4件、自然遺産が4件存在する。政府インドネシアの法律詳細はインドネシアの法を参照日本政府観光その他。 ありがとうございます。